羽羽賀賀道道也也君、はい、立憲国民心理学会社民社の道也です冒頭通告した質問は、先ほどの田島委員の質問ともちょっと重複しておりますので、簡潔にお聞きしたいと思います。先ほど、宮下副大臣が田島委員の質問に対してです、ね、東京都の感染拡大、オーバーシュートの予兆が見られるときには、迅速に対応してまいりますということをお答えになりました。 まさに今、オーバーシュートではないのでしょうか、その予兆が見られるのではないのでしょうか、少なくとも感染拡大、緊急事態宣言を検討する時期に来ているのではないか、また大臣に伺いたいのですが、この基準がです、ね、社会的な要請、オリンピックを行う、行わない、あるいは選挙が行える、行えない、選挙中である、そのような社会的な要請によって、 命を守る基準が変わってはならないと思うんですが、このオーバーシュートの予兆ではないのか、少なくとも緊急事態宣言をもうあの出すか出さないかも検討する時期に来ているのではないか、社会的な要請によって基準が変わってはならないのではないか、このことにちょっとお答えいただけますでしょうか、お願いいたします。 加藤厚生労働大臣あの基本的には先ほど、宮下副大臣が答弁をされたとおりだろうと思います。あのオーバーシュートの予兆が見られる場合には、迅速に対応するという、この考え方は、令和2年5月25日に変更された基本的対処方針にも明示をされております。でその中においては、令和2年4月7日変更の基本的対処方針で示してきた考え方、 と基本的には同様の考え方に立ちということで、その中身についても先ほど、ルール説明されてますんで、ちょっと重複を避けさせていただきたいと思います。まあ、そうした状況で、現在、私どもも懸念すべき状況ということで、注視はさせていただきたいと思っておりまして、引き続き、特に東京都の状況について、東京都が新たなモニタリングの指標も出されて、分析もされていかれるわけでありますから、そこともよく連携を取りながら、対応させていただきたいと思います。 加賀道也君すみません、大場ートの予兆ではないのかどうか、あ簡潔にイエスかノーかで,です、ね、それからその社会的要請によって、えー、安全基準が変わっていいのか悪いのか、そのことをお答えいただけますでしょう、お願いいたします。加藤大臣 ですから、オーバーシュートの予兆が見られる場合には迅速に対応するということでありますので、その姿勢を引き続き当然、堅持していくというのは当然のことだと思います。それから、基本的な考え方っていうの中に、4月7日の基本的な考え方の中に、さっき言われたオリンピックの開催とか、選挙っていうのは入っていないわけでありますので、あくまでもそうした感染の状況と、合わせて医療提供体制がどうなっているのか、ここを中心に。 今回の新たなモニターも、多分あのモニターもそうしたことの一つの指標が、えー、入っていたというふうに認識をしておりますんで、そういったことを、これは東京の場合ですけれども、えー、そういったことを踏まえながらあの検討するということになるわけであります羽賀道也君。すみません、しつこくて申し訳ないんですが、<laughs> オーバーシュートの予兆だと見て、今、対応もしてんだということなのか、オーバーシュートではないというふうに、まだ見てらっしゃるのそこだけ。 イエスかノーかで簡潔にお答えいただきたいんですから、オーバーシュートの予兆が見られる場合には、迅速に対応するという姿勢の中で今、やっているわけでありますからあの、それは一つ一つどういう対応していくのかを見ていただくということになるんだろうと思います,ーーす、ね、羽賀光也君、えー、オーバーシュートの予兆だとして、対応しているのかしてないかということもお答えいただいていませんし、そもそもオーバーシュートというのは、どういうことだというふうに考えていらっしゃるのか、まあ、お聞かせいただけますか。 加藤大臣これは4月1日の専門家会議の提言の中に、オーバーシュートの定義があります。あの欧米で見られるように、爆発的な患者数の増加を指す、増加のことを指すが、2日、3日で累積患者数が倍増する程度のスピードが継続して認められるものを指すと、異常なスピードで患者数増加を見込めるため、一定期間の不要不急の外出指導や移動の制限、 ちょっとカッコは飛ばしますが、を含む速やかな対策を必要とするというふうに、ここではそういうふうに提言されているところであります。したがって現時点において、オーバーシュートの、さっき申し上げましたけれども、迅速に対応するということでありますから、それに応じた対応を取っていくということでありますけれども、最終的に緊急事態宣言を実施する区域については、ここの5月5日に変更した基本的対処方針にのっとって、 総合的に判断するということでありまして、現段階でまだあのそうした判断をしているわけではないということであります。羽賀光也君、すみません。本当全国の皆さんがですね、東京のこの感染の状況を心配して見てるんですよ。ぜひ本当にあの早い対応を分析も含めてですねえお願いします。次の質問に参ります。持続化給付金の問題です。 この下請けの構造、何層にもわたるというのは本当に問題だと思います。サービスデザイン推進協議会の委託では、結局、何次下請けまであるのか、一体今、調査が行われているそうですが、何社入っていることが分かったのか、また、中抜きという批判に対してですね、生産払いということで、 実際にかかった金額しか結局払わないのだからということを説明をされておりますが、民民の契約で何社もある、そんなですね下まで、はっきりそういった生産ができるのかどうか、また資料7ページのように、サービスデザイン協議会から電通に委託した際10、10%の委託するたびにですね販売管理費が認められている。 まあこのことを認めているのは、経産省だけというふうに伺いました、これが経産省だけのものなんかも含めて、そもそも委託するたびに10%、手数料が入るということを、逆にこう受注した側が悪用したのではないかと、いうそういう記載しますので、この辺のご説明をお願いできますでしょうか中小企業庁事業環境部長、那須野事業環境部長。 お答え申し上げますまず下請け関係についてのお尋ねでございますけれども、今回の持続化給付金は、極めて短期間の間に200万を超える事業者に現金をお届けするという、非常に困難な事業でございました。こういう中で事業者が他の事業者の専門的な知見やリソースを結集してです、ね、中では中小企業、 まあこういった企業の参入機会も確保しながら、事業を実施していくということでございます。下請け関係が存在すること自体が問題であるというふうには我々は考えていないということでございます。その上で、委託先に対しては、契約内容の業務履行に関して、100万円未満の契約を締結するものを除いて、外注または 再委託を事業者すべて履行体制図に記載するということになっております。でこれはの速やかに提出するということになっておりまして、経済産業省がまあ常時、これを、まあ、あのリアルタイムで把握するというような仕組みにはなっていないということでございます。でその理由ですが、まあ、今申し上げたような非常に大規模な事業なわけでございます。そういった中でで下請け関係を末端まで把握すると ということで、まあ、あらゆる契約外注先をです、ね、これが追加されるたびに、えーまあ、リコータイ生物の変更提出を求めるということになりますと、お事業の、まあ、迅速適正な執行という観点から、まあ、必ずしもこれはあの必要ではないというふうに私どもはあの考えているということでございます。ただあの、主要な事業者、えー、役割分担を把握するという観点から、 現在、1億円以上の契約を締結する外注先については、あの履行体制図の提出を求めておりまして、6月23日に最新のものが提出されております。これは63社ございます。現時点において、まあ、主要な事業者や役割分担はこれで把握できているというふうに考えております。 それからもう一つお尋ねございました、反管費という、まあ、ご指摘でございますけれども、この一般管理費、正しくはですね、一般管理費でございます。この一般管理費は、事業を行うために必要な家賃とか、光熱水量、コンピューターの使用量、それから回線利用量、えー、文房具などの汎用品に光る経費のうち、事業に要した経費として抽出、特定が困難なものに充てるということで、 経済産業省の場合はあの10%か自宅事業者の損益計算書から機械的に計算されると、これは法人によって違います。一般管理費比率の小さい方をですね、あの事業費にかけて計上するということを認めております。で、このと他省庁のことは存じ上げないんですけども、経済産業省からあの委託を受ける事業者の多くは。 その損益計算書から機械的に計算される比率が、実は10%より高い数字になっております。そういった中で10、10%を上限とするということはです、ね、必ずしも高すぎるということはなくてです、ね、むしろ安価な水準ではないかとすら考えているということでございます芳賀道也君。1億円以上のです、ね えこう下請けをしたいわばね会社があって、それぞれ10%を認められて、それがあの決して高い金額ではないというのは、どう考えても納得できないということで、なぜえ経産省だけが、ああ7ページ、8ページの資料にもありますが、立ち庁のことは存じ上げないということでしたけれども、なぜ経産省だけがこうした10%を認め、それがあいわゆるその仕組みを、 悪用されたかのようにです、ね、経費が多くなっている、こういうところに対して、もう一度ちょっと答弁をお願いいたします那須の部長。お答え申し上げます。えー、とちょっとあの仕組み自身の説明なんですけれども、えー、一般管理費があの計上されるのは、えー、委託者、または採択先でございますで。外注先については あの諸費用がまあ込み込みであのエビデンスが提出されるという性質がございますので、外注先、それ自身はあの一般管理費をまあ計上するということができないわけでございます。で、この現在のルールでございますけれども、昔はそのあの特殊法人とかですね、あるいはまあえ独立行政法人とかですね、あるいはまあ外郭団体といったですね、反韓、反民というか、官に近い。 側のですね、側の団体がえ行政事務の一部をまあ担っていたというあの時代がございまして、その後、さまざまな仕分けなどの議論を経る中で、民にできるものは民にまあお任せしようということで、経済産業省としては積極的にまあこういったえ行政行為のまあ一部といったものを、民間事業者にまあ委ねるということをですねえやってきたわけでございます。そういった中で 一般管理費をある程度取れるというふうにしないとです、ね、民間事業者としては、やはり株主、債権者、いろんな方との関係で、別にボランティアでやってるわけではないですから、その収益を取ることができないと、赤字になってしまうと、そういった観点から、さまざまな企業のこの一般管理費の比率を観覧しながら10、10%という水準が妥当であるということで、これまでやってきたということでございます。 でまあ、今回、ご指摘のように、えー、まあ10%がどうなんだと、まあ、いうようなご指摘もございました、えー、そういうことで、えー、まあ外部の有識者の方にもです、ね、ご意見を聞きながらです、ね、この外注あるいは、まあ、再委託の、まあ、仕組みのあり方自身についてはです、ね、まあ、きちんとまあ検証をしてです、ね、直すべきところがあれば直してまいりたいというふうに考えております羽賀道也君。 こうした経産省だけが決めたその10%の一般管理費、これがいわば悪用されて、決税がこう食い物にされているというところが、今回の件でも見えてきましたので、これはぜひ改善をし、正してほしいと思います。それからもう一つ、6月23日の調査ではということで、63社という答弁がありましたが、これ、なかなかですねこの会社の会社数も、かこの資料についても、 お質問をするにあたって提出していただけませんでした。委員長、ぜひこの資料をですね提出していただくように中間的なものであっても分かったところは提出していただくようにお願いしたいんですがいかがでしょうか。はい、ご報告理事会において協議いたします。羽賀日也君、次にこの持続化給付金の具体的なことにお質問したいんですけれども、山形県鶴岡市市町村合併でですね。 まあ小さな町の温泉施設がありました、片栗温泉ボンボというところですが、これ、もともとは第三セクターで運営してましたが、やはり合併にも伴って、そして小さな町では維持していけないということで,です、ね、一旦たん廃止が決まり、しかし、地域の皆さんが、地域からあの日帰りの温泉施設、なくしてはならないということで、組合を作って、地域の皆さんが出資をしてです、ね、運営をしております、片栗温泉ボンボと。 でこれがですね、えーまあ、持続化給付金の申請をしましたら、法人登記がないからということで、門前払いをされてしまった、まあ、実際にはですね、えー、法人、みなし法人として、納税も行い、責任も果たし、地域にも貢献している、間違いなく収益事業を行っていることは、えー、明白なんですが、そのほかにも、例えば山形県の庄内の三河町の道の駅、これも、まあ、 こうした組合方式で,です、ね、運営されている明らかに地域にも貢献しながら、法人として活動しているんですが、こうしたところが対象にならない、これ、全くおかしいと思うんですね。えーまあ、例えば市町村があ実際に事業を行っていることを認めたら、こうしたものも当然対象とすべきではないか、そしてさまざまな声を受けて改善でも、 フリーランスのさまざ、あ、まな企業から、まあ、ギャラをもらっていた、そういった方も今回、対象にしていただきました。こうしたですねそのみなし法人、実際には法人としてきちんとやっているところは対象にすべきだと思うんですが、いかがでしょうか。中小企業庁那須野部長、えー、お答え申し上げまますす、えー、持続化給付金でございますけれども 新型コロナウイルス感染症の影響の拡大によって、まあ、特に大きな影響を受けている事業者に対して、まあ、事業の持続化、まあ、継続を下支えしてです、ねえー、再起の糧とするということを目的として、まあ、現金を給付するというものでございます。で給付した後もですも、ね、その事業体が安定的にまあ存在し、まあ、事業を継続していただくということがまあ重要でございまして、まあ、この観点から、 事業体の永続性、それから反復継続性などの観点から、法人格をです、ねまあ、要件としているということでございます。でえー、先生ご指摘の、あのまあ、身のし法人ということでございますけれども、法人税法上はです、ね、法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めがあるものということでございまして、昨年の統計ですと、約2万社程度が存在するものと聞いております。 こうした団体にはです、ね、例えばあの、小売品や農産品の,あの、まあ、道路の脇で,です、ねえー、販売を行うようなまあグループであるとか、あるいはあの携帯電話の基地局とかです、ね、あの駐車場を貸しているようなマンションの管理組合、それからあのバザーの収入がある町内会、それからあのまあサークル活動といったです、ね、非常に幅広い方があの含まれるわけでございます。 でこうした団体の活動実態というのは、非常に極めてあの多様でございまして、まあ、こうした団体に対して、給付することが果たしてまあ良いのかどうか、あるいはあの、たまたまその年に納税がなかったということですと、対象にならないわけでございますけれども、それは本当に公平なことかということはです、ね、ちょっと私ども、中小企業庁においては、判断することはいたしかねるということでございます。また、こうした形態の,の組織でございますけれども、 財産の取り扱いというのは、当然ながら、会社法とかですね、そういう法律で定まったルールがないわけでございまして、どうしてもまあ実態として個々の,その構成員に帰属するということもあって、この場合、給付したお金が、例えば代表者の経理に混入してしまってですね、 その必ずしもその今回の,あの持続化給付金の目的であるまあ事業の持続化、維持、こういうことに利用されない恐れもあるんじゃないかというふうに考えております。まあ、このため、今回、みなし法人は、本給付金の対象外とさせていただかざるを得ないということで、ご理解を賜りたいと思っております羽賀道也君。さまざま、携帯電話の基地局とかね、町内会で運営しているようなものもあるということですが、 それは認定する方法はいくらでもあるわけで、しかも50%という高いハードル、収入が半分に減るというハードルも当然あるわけで、温泉施設、道の駅、こういったものは明確にですね市町村などの指示に従って休業をし、明らかに持続が不可能になっているということは明白なんですね。こうういったものをですねぜひ対象ににするように 引き続き中小企業庁として判断できないんであれば、経産省、あるいはトップの皆さんが判断していただいて、検討をしていただきたい、それからもう一つ、2万社あるという話ですが、かなり与党問わず、これはおかしいという問い合わせ、全国からあるんだということをお聞きしましたけれども、現在、そういう問い合わせ、要望、何件ぐらいあるのか、簡潔にお答えいただけますでしょうか。 那須部長お答え申し上げますあの要望自体が何件あるかというあの統計は取っていないわけですけれども、まあ、先生がご指摘にあったようなあの、まあ、任意団体というかです、ね、みなし法人に対してです、ね、あのまあ、給付金の対象にならないかというような要望は、まあ、あのいただいているということは確かでございます阿賀道也君。 ぜひ地域をさまざまなので守るような、こういう動きをしている皆さん老人がたくさんあります、こういうところは、えー、救っていただくようにお願いをいたします。えー、次に、この給付の認定が全く遅いという中で、ですねやはり方法なんですけれども、まあ、最初申請をしたら、弾かれてしまったというので、まあ、不備のメールがですね、 まあ具体的でなくて、何が不備かっていうところが伝えられない、で結局、何度申請をし直してもです、ね、えー、まあ申請が受けられなかった、受け付けられなかったというところで、結局、この方はです、ね、もうやっていけないので、100回ぐらい電話して、ようやくコールセンターにつながったと、でコールセンターに出て、そのどういう理由で弾かれたかわからないんだ相談したいんだったら、コールセンターは、 そういった問い合わせをいただくところではありませんと言われて、最初、切られてしまったと。また同じように、もう話し中の多い中で、しかもえお待ちくださいというコールまでようやくつながったら、それでも途中で切れてしまう、そんな中で何度も何度も電話して、ようやくコールセンターにつながり、こういう問い合わせを受ける電話ではないと言われながら、粘りに粘って、ようやく上司の方に出ていただき、話をしたら、最終的には、実は最初の申請は全く不備がなく、 いわゆる審査に当たった方の不勉強、ミス、そういったところで申請が受理されていなかったと、これ、100回電話できる人じゃなかったら、ここまでたどりつかないんですね。こういうシステム、双方向でやり取りがきちんとできるようなシステムにしなきゃいけませんし、総理の答弁で、このあまりにも遅い持続化給付金の中で、 申請した人にも間違いがあるんだ、そのこと自体は嘘ではないでしょうけれども、こうした実際に申請する側のミス、かなりの数、こういうものもあると思うんですけれども、こうした申請する側のミスがあるのかないのか、そしてあったとしたら、もし分かれば何件あったのか、そういったケースには、例えばお詫びをされたのか、簡潔にお答えいただけますでしょうかの部長。 えー、あのお答え申し上げます、持続化給付金でございますけれども、あの先月までにで、ね、243万円の申請を受け付けて、219万円、えー、2.9兆円の,です、ね、あの給付金をお届けしております、でこのうち約6割があの2週間以内に給付されておりまして、私どもとしてはこれがあの、ずしも遅いというふうには考えていないということでございます。 で一方でですね、先生、今、お指摘のあったとおりです、ね、あのまあ、コールセンターがなかなかつながらない、えー、それから対応が画一的で丁寧さを欠くと、まあ、こういったご指摘はあの認識しております。であの事業開始段階にはコールセンターは250席あったんですけれども、まあ、現在はあの500まであの拡張しておりまして、1日当たり7000円のですね、 お問い合わせに対応できるようにした上えで、申請者に寄り添った対応を徹底するということで、日々改善に努めております、ただ、電子申請システムは、第三者のチェックがなくて、いくつも申請ができてしまうというですねあの性質があるということは、今回、よく分かりました。例えば、口座情報がまあ間違ってしまうとか、 あるいは重複申請がいくつもなされてしまうということで、全体の4割を超える申請に、な何らかの不備がございます。こういった不備については、申請ページにおけるよくあるご質問、あるいはよくある不備、この更新とか、あるいは申請ホームの入力場面で、直接記入するんじゃなくて、選択して金融機関とか支店名を選べる。 ようにするとかです、ね、あるいはの何らかの理由で重複申請をしてしまった方がです、ね、不正受給にならないように、自主的に取り下げができるようにすると、こういったシステム上の工夫もです、ね、日々積み重ねているということでございます。しかしながら、5月上旬に申請した方とかです、ね、なかなか初期の,そのシステムの画面というのがです、ね、その十分に、ああ 寝られていなかったということもあってですね。まあ遅くなっているというケースもまあったということでございます。こうしたことで6月下旬からはですね個別のケースに寄り添った対応というのを始めておりますえ例えば、あのテンプレートの種類を12種類あったのをですねえ。45種類に増やすとかですね。あるいはあの2回目の連絡からは全ての申請者に対してまあ必要。応じての個々のどこがおかしかったんだと。 ということをです、ねえー、対処方針を示したコメントをメールで送るとかです、ね、あるいはそうやってもなかなか不備が直さないという方はです、ね、対面でのです、ね、申請サポート会場にご案内してです、ね、えー、個別対応でまあ不備、ここがおかしいんですよということをです、ね、あのー、不満の解消、不備の解消をサポートする体制を始めております。またたた、あのー、月中に申請したいただいだ方はどうしてもその一定程度ななかなか あ、そのあの、えー、ご連絡いただけない方もいら,いらっしゃるわけでございます。そうした方も含めてですね。あの業務に熟練したスタッフを中心に、あの100名規模の特別のあの対応チームをですね。あの編成してですね個別対応をスタートさせていただいております。 すべての,の不手際に対してです、ねあの、ちょっとどう処理したかということを確認しているわけではないんですけれどもあの、申請者の方にお詫びをすることも含めてあの、真摯に対応しているのと思います。今後ともきめ細か,かい対応を徹底してです、ねあの、寄り添ったあー対応ということを心がけていきたいというふうに考えております羽賀道也君。 あの60分かってるだけで63社、こういうところはどこに問わせていたしたらいいのか、こういうこともね問題だったと思います、しっかりと必要なものが届くようにお願いします。時間もありませんので、ちょっと質問の順番を変えます。医療機関への支援について伺いたいのですが、きのうもですねえー医療機関に医療金が出されたのは嬉しいんだけど、ありがたいんだけど、うちは患者数が減って、普段出ていたボーナスがもう出なくなってしまったと。 いう声をまさに地元で聞きました有利な無利子の融資があるそれからコロナ対策のかかったお金については国の補助があるということですけれどももうそれだけではやっていけないという声があります何らかのですね次の第二波から国民を守るためにも医療機関への直接の支援必要ではないかと思うんですが大臣いかがでしょうか加藤大臣 <laughs> あの今回の新型コロナウイルスそのものとの影響、まあ、あるいは経済との影響もあるのか,あのもあろうかと思いますけれどもあの、新型コロナウイルス患者さんを受け入れているか否かにかかわらず、えー、患者数が減少して経営が悪化をされているという、えー、こ,この話はそれぞれの団体からも、また、えー、先日は、えー、社会保障 社会保険診療報酬支払い基金分についての4月分の数字が出ておりましたけれども、まあ、そうした状況も見,見させていただく中で,です、ね、大変厳しい状況になるということは私とも,も承知をしております。あのそれに対して、<laughs> あの今回の補正予算で、 新型コロ,ナ対応コロナ対応を行う医療機関に対する診療報酬の引き上げや、空床の補助単価の大幅引き上げ、早急適用に加えて、それ以外の機関についても、院内感染防止対策等を行っていただく場合には、それを支援していくと。 させていただくまい、あ、わば持続化のためのお金もこういう形でお払いしますということもお示しをさせていただいたところでございますまあ、まずはこうした支援を一刻も早く医療の現場にお届けするとともにそれぞれの医療機関においてこの制度で自分のところがそれぞれどういう形になるのかその見通しを持っていただくことが大事だと思っております、ね、さらにその周知を図っていきたいと思っておりますまあ、加えて 6月になってもなかなか患者さんが戻ってこない、あるいは今後のことを懸念されている方もおられるわけであります。まあ、それはしっかり我々も状況を踏まえながらです、ねあの、よく、えー現,状をえー、現状の状況を把握をしながらです、ね、必要があれば、そうした対応もまた検討させていただきたいと思います羽が道也君。ぜひ本当にあの地方の病院も大変です。一歩踏み込んだ支援をお願いします次に、えー 薬価の問題ですあの薬を扱う様々な皆さんもこの命の危機の中懸命に頑張ってくださいました必要な薬をもうできるだけ早く届けてです、ね、しかも感染させないように接触も避けながらということで大変な状況が今も続いておりますそこで今年のです、ね、いわゆる薬価,薬価の調査9月に予定されているんですがもう現場からはです、ね、とてもそんな状況じゃないと 今年の薬価調査、え調査9月はもうあの中止にしてほしいという切実な声が届いているんですが、大臣、いかがでしょうか加藤大臣。まずあの、毎年の薬価調査、薬価改定については、これまでの補てご方針において、市場実勢価格の推移、薬価差の状況、医薬品卸し、医療機関、薬局等の経営の影響などを把握した上で、 2020年度中に薬価改定の対象範囲を決定し、2021年度に実施するとされているわけであります。現在、これを踏まえて、中央社会保険医療協議会において、今年度の薬価調査についての議論を進めていただいております。そこにおいては、関係者の皆さんからも意見を聞きながら、丁寧な検討がなされていくように、我々もしっかり対応していきたいと思っています。 道也君本当にあの薬を取り巻く、病院を取り巻く現状は本当に厳しいものがありますので、ぜひ現場の声を聞いてです、ね、この9月調査中止、えー、踏み出していただければと思います、お願いいたします次にです、ねあの、企業主導型の保育事業の助成金について伺います。 まああの休業とか、それからさまざまなことが続いて、保育のニーズが若干減っているということで、休業離職の影響で、特に企業型の保育所は、4月からは認可型に移るという人で、園児が減少してます、そこである山形の企業型の保育園は、10年たったら認可型に移行しようと思っていたんだけれども、今回、早めに、まだ3年なんだけれども、 じゃあ、企業型から認可型に移行しようと思ったら、頂い,いている補助金がですね10年しないうちに、同じ保育園で保育園やめるわけじゃないんですけれども、これは7年分を返してくれということで、企業型としてはなかなか存続が難しい中で、結局そういうルールがあることで、続けられなくなってしまっているということで。 あの保育所が介護施設に変わるということではありませんから、保育所から保育所へより高い、えー、質の高い保育を行う認可事業所、保育所へ移行することは、この整備費の補助金の返還義務を緩和、あるいはなくしていただく、例外を求めて認めていただくことが必要だと思うんですが、いかがでしょうか、はい、内閣府子ども・子育て本部、藤原審議官。 答え申し上げます。えー、企業主導型保育事業でございますけれどもあの、これは企業の従業員の多様な働き方を支援するための福利厚生の一環といたしまして、まあ、企業が主体となって実施をすると、まあ、そういった保育事業に対しまして、事業主拠出金、これ100%財源でございますけれども、あの国が事業主拠出金をもとにして、 整備等支援をすすると、まあ、そういいっった仕組みになってございますでこの企業主導型保育施設の財産処分でございますけれども、補助金適正化法の規定に基づきまして、まあ、内閣府におきまして、えー、財産処分の承認手続き等の規定を定めているところでございます。具体的にはあの、事業者におきまして、経過年数が10年以内の転用を行う場合には、まあ、原則として経過年数に応じた建物の残存価格の国庫への納付が必要と。 いうふうに定めているところでございます。委員ご指摘いただきました企業主導型保育施設から認可保育所などへの施設の移行につきましては、ここでいうその転用に該当いたしますので、承認手続きの規定に基づきまして助成金の国庫への納付を求めているところでございます。で、このあの手続きについてのその緩和はできないのかというお尋ねでございましたけれども、企業主導型保育施設と認可型のこの保育施設というのは もちろんいずれも児童の保育を担うという共通の機能はございますけれども、まず財源が、拠出金の、企業の拠出金財源で行っているか、税財源でやっているかというふうに全く異なるというものでありまして、また企業主導型の方は、企業がこう主体的に福利厚生の観点から開いていただくと、まあ、そういったものである一方で、認可保育所はまあ市町村のまあ義務の事業であるというふうなことなど、財源ですとか、制度の趣旨、目的、違いますので、 これらについての特例、手続きについての特例を新たに設けるということについては、あの慎重な検討が必要では,ろうではないかというふうに考えておりま羽賀道也君、ぜひご検討をお願いします。